形、聞く時間、語り、今村仁。摂津藩国の主であった松山新助の侍大将中村新兵衛は、ご機内中国に聞こえた大豪の侍であった。その頃機内を分領していた筒井、松永、荒木、和田、別所など大名小名の手の者で、槍の中村を知らぬ者はおそらく一人もなかっただろう。それほど新兵衛はそのしごきた三軒への近江の槍の矛先で先駆けしんがりの興行を重ねていた。その上、彼の武者姿は戦場において水際立った華やかさを示していた。火のような昇城火の羽織を着て、刀冠鋭金の兜をかぶった彼の姿は、敵味方の間に輝くばかりの鮮やかさを持っていた。ああ、昇城火よ、刀冠よと、敵の増兵は新兵衛の槍先を避けた。味方が崩れ立った時、激浪の中に立つ岩のように敵勢を支えている昇城火の姿は、どれほど味方にとって頼もしいものであったかわからなかった。また嵐のように敵陣に殺到するとき、その先頭に輝いている刀冠の兜は敵にとってどれほどの脅威であるかわからなかった。こうして槍中村の昇城火と刀冠の兜は戦場の花であり、敵に対する脅威であり、味方にとっては信頼の的であった。新兵衛殿、折り入ってお願いがあると、元服してからまだ間もないらしい美男の侍は新兵衛の前に手をついた。何事じゃ？そなたと我らの間にさような事義はいらぬぞ。望みというのを早う言うてみ。と、育むような自我を持って新兵衛は相手を見た。その若い侍は新兵衛の主君松山新助のそばめの子であった。そして幼少の頃から新兵衛が森役として我が子のように慈しみ育ててきたのであった。他のことでもおりない。明日は我らの初陣じゃほどに何ぞ華々しい手柄をしてみたい。ついてはお御様の昇城火と刀冠の兜を貸してたもらぬか。その羽織と兜を着て敵の目を驚かしてみとうござる。念もないことじゃ。新兵衛は高らかに笑った。新兵衛は相手の子供らしい無邪気な巧妙心を快く受け入れることができたが、申しておく。あの羽織や兜は孟サバ中村新兵衛の形じゃわ。そなたがあの品々を身につけるからには我らほどの肝玉重たいではかなわぬことぞ。と言いながら新兵衛はまた高らかに笑った。そのあくる日、摂津平野の一角で松山勢は大和の筒井純慶の兵としのぎを削った。戦いが始まる前、いつものように昇城火の武者が刀冠の兜を朝日に照らしながら敵勢を尻目にかけて大きく輪乗りしたかと思うと、駒の頭を立て直して一気に敵陣に乗り入った。吹き分けられるように敵陣の一角が乱れたところを昇城火の武者は槍をつけたかと思うと、早くも三四人の橋武者を突き伏せて、また悠々と味方の陣へ引き返した。その日に限って黒川おどしの鎧を着て
南蛮鉄の兜をかぶっていた中村新兵衛は会心の笑みを含みながら正常比の武者の華々しい武者ぶりを眺めていた。そして自分の形だけすらこれほどの力を持っているということにかなり大きい誇りを感じていた。彼は二番槍は自分が合わそうと思っていたので駒を乗り出すと一文字に敵陣に殺到した。正常比の武者の前では戦わずして浮き足立った敵陣が中村新兵衛の前にはびくともしなかった。その上に彼らは正常比の槍中村に突き乱された恨みをこの黒皮おろしの武者の上に復讐戦としてたけり立っていた。新兵衛はいつもと勝手が違っていることに気がついた。いつもは虎に向かっている羊のようなおじけが敵にあった。彼らはうろたえ血迷うところを突き伏せるのに何の造作もなかった。今日は彼らは戦いをする時のように勇み立っていた。どの増兵もどの増兵も十二分に力を新兵衛に対し発揮した。二三人突き伏せることさえ容易ではなかった。敵の槍の矛先がともすれば身をかすった。新兵衛は必死の力を振るった。兵その二倍もの力さえ振るったが彼はともすれば突き負けそうになった。手軽に兜や正常比を貸したことを後悔するような感じが頭の中にかすめた時であった。敵の突き出した槍が脅しの裏をかいて彼の火腹を貫いていた。